こんにちは、ワンミドウですと言いながら、今はですね、真夜中です。動画をですね、ちょっと忙しすぎて全然上げれてないんですけども、まあ今日届いたものをですね紹介したいと思います。3日前から発売のこちらですね、 NXH スタイル、NX006 ということは第6弾ということかな、ウィングガンダムゼロ、はい、こちらが、届きました。はい、おー、かっちょいい。なんかあれですね、このままで見るとちょっと色がですね、色あせて見える。開けたら違う感じで、はい、あとですね、同時に届いたものといえばこちら、仮面ライダーガイムのフィギュアですね、オレンジアーム再販版になりますね。はい、もうこれ1週間前ぐらいに発売してるんですけどね、もうこのウィングガンダムゼロを頼んでたら勝手におまとめになってですね、一緒に届きました。結構このオレンジのですね、カラーリング結構良さそうですね。この何ですか、スーツこのですね、良さそういや、ちなみに後ろこんなですね、かっこいい。はい、今後紹介していきたいと思います。あとですね、全然紹介してないやつ、これシフトカーホルダー、もういつ買ったのか覚えてない、2ヶ月前そがいかんとかな。シフトファンキースパイクもまだ音も鳴らしてます。はい、これもですね紹介したいと思います。はい、続きまして、シフトカーホルダーと同時期に買いました、シフトカーセット04、ファイヤーブレイバーと、何これスピンミキサーじゃ、ローリングラビティか、ローリングラビティあったね。はい、これもですね、今後紹介していきたいと思います。あとですね、まだ紹介してないです。こちら、密かに買ってましたね、フィギュアーツスーパー真剣レッド。まあ仮面ライダーのフィギュアーツはですね、クオリティが高くどんどんなってますけど、あんまりこう戦隊のですねフィギュアーツあんまり人気ないみたいで、クオリティもどうかちょっとわかんないんですけど、真剣じゃあ好きなんですよね、真剣レッドとハイパー真剣レッドも欲しいんですけど、まずは手頃なスーパー真剣レッドから、こちらもですね紹介していきたいと思います。あとはですね、食玩、はい、なんだシグナルチェイサー、はい、ケースのですね、あれ何やったっけ、信号ワックスに付属してるんですけどね、デラックス版のシグナルチェイサー、買うまでないかな、信号ワックスはちょっと、だからこれだけ直眼で確実に買いました。これもですね紹介していきたいと思います。あとはですね、あとこちら最近ハマっている、電波組ミックビジュアルアーティストブックを買ってしまいましたので、こちらもですね、紹介していきたいと思います。はい、今日ですね、今後の、レビューどういったものをしていくかっていうのが、こちらになりますので、はい、まだまだちょっと忙しくてですね、どのくらいの間隔で、動画をアップできるかわかんないんですけど、とりあえずはい、ちょっと暇な時に見てですね、をやってるなぐらいの感じで見ていただけたらと思うんですけど、はい、今日は、今後のレビューについて、はい、の紹介するものですね。も
紹介でした。はい、ではさようなら、さようなら、さようなら。